おいでくださいました。ただいまからブルーインパルスによる展示飛行を開始いたします。今年ブルーインパルスは F86M D2 に次ぐ3代目 T4 ブルーとして展示飛行を始めて20年を迎えます。このメモリアルイヤーを迎えることができたのも一人多くの皆様のご理解ご協力の賜物であり、メンバー一同感謝しております。誠にありがとうございます。未来への翼、さらなる高みへの挑戦が20周年を迎えた我々のキャッチフレーズです。これは我々ブルーインパルスが想像への挑戦を続けることで、これからの皆様の将来、日本の未来へ少しでも貢献できるようにとメンバーの思いを込めています。本日もチーム一丸となって精一杯の演技をしますので、これが1番フライトリーダー伊藤空太リーダーが大体防衛大学校40級鹿児島県出身、2番機レフトウィング伊藤空衣吉田翔明治大学東京都出身、3番機ライトウィング伊藤空衣檜山幸太郎航空学生59期岩手県出身、4番機フロント伊藤空衣館山雄一航空学生56期福岡県出身、5番機リードドロー担当空間東道田選手航空学生53期鹿児島県出身、6番機オポージングドロー伊藤空衣足元選手航空学生57期熊本県出身、以上6名のパイロットが本日の展示飛行を行います。なお4番機館山1位は本日が最後の展示飛行となります。今パイロットが身につけているものは GPS と呼ばれるものです。パイロットは展示飛行中急旋回や宙返りなど自分の体重が数倍になる重力加速度、すなわち G に耐えなくてはなりません。激しい G によりホームから下がろうとする血液をこの G 数値が空気圧によって下半身を圧迫し血液を下げないようにするのです。
ためには防衛大学校からのコース、一般の大学を卒業し一般幹部法制に入るコース、および高校を卒業し高校学生に入るコースがあります。地上での各種教育をそれぞれ行った後、プロペラ機を使用した飛行教育に入ります。そして飛行教育を開始して約2年後には飛行用操縦士という飛行機の攻撃資格を取得します。航空自衛隊は戦闘機をはじめ輸送機、救難機と様々な任務に飛行した機器を持っており、それぞれの任務に応じて各航空機を使用しています。